クリミア半島の先住民族であるクリミア・タタール人と、2014年にロシアが一方的に併合してからもクリミアに在住しているウクライナ人によるパルチザン運動組織アテシュが、クリミア半島のロシア軍が半島東部にあるフェオドシアという都市の近郊に、対戦車用障害物として知られる竜の歯を建設して防衛線を構築している様子が撮影された動画を10月4日に公開したよ。ロシア軍がウクライナの占領地域各地に構築している竜の歯とは、無限軌道のキャタピラーで走行するために道路以外の不整地でも移動可能な戦車の動きを止めるために考案された人工の障害物で、鉄筋コンクリートなどで強固に作られた三角錐や四角錐の障害物を、敵の戦車が進撃してくる方向に対して直角になるように数百メートルから長いものでは数キロメートルの長さに並べて敷き詰めたもので、さらにそれが縦に数列を密に並べられている頂上のような構築物のことだな。さて今回はそんなロシア軍がクリミア半島に竜の歯を構築している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。道路から外れた畑や草原のような不整地でも自由に動き回れる戦車ではあるけど、幅があって深く掘られた塹壕などは乗り越えることが難しいほか、竜の歯のような突起物は乗り越える際には車体の底部が先端部に乗り上げてしまうことがあり、その場合は身動きが取れなくなるという弱点があるんだ。その弱点をついた対戦車用障害物が竜の歯であり、この三角錐や四角錐は戦車が突撃してくる方向からは縦に次第に高くなるように縦に4から5列ほど敷き詰められていて、それらを横に広く並べた様子がまるで地面から生えている葉の並びのように見えることから竜の歯という名称で呼ばれているよ。第二次世界大戦以降に草原地帯を進撃してくる戦車を含む機甲師団の進撃を食い止めるために、考案された古い防御用障害物ではあるものの、現代の戦車がいかに近代化していたとしても車体の左右両端にキャタピラーがある基本的な車体構造が変わらないのであれば、対戦車用障害物として今でも有用とされているぜ。理想的な竜の歯の運用方法や、設置場所を1から2メートル掘り下げてそこに鉄筋コンクリート製の梁を埋めて、その梁に三角錐や四角錐の構造物を結合させて地面に埋めるとされていて、戦車がぶつかったくらいでは動かないように設置されるものらしい。しかし、ロシア軍では部戦線においてほぼ全域を制圧しているルハンシク州の西端において、ロシア国境の近くから南のドネツク州との境界あたりまで断続的にこの竜の歯を設置しているほか、ドネツク州内の要所などに強大な長さの竜の歯を構築しているな。また、南部戦線においても最近の衛星画像によってドネツク州からザポリージャ州にかけての要所に、塹壕とともにこの竜の歯が使用され三重の防衛線として設置されていることが確認されており、それらを合わせた設置規模は総延長が 1000km 以上に及ぶとされ、短時間にそれだけの長さに構築したため、すべての竜の歯は地下に梁を埋めて強固に構築されたものではなく、三角錐や四角錐の構造物がただ地表に置かれただけの箇所が多いのではないかと見られているぜ。ウクライナ国防省が投稿した動画の中には、ウクライナがイギリスから供与されている新型戦車チャレンジャー2が、いとも簡単に竜の歯を押しのけている様子を撮影したものが公開されているなど、ロシア軍がこの竜の歯を設置するのに際して穴を掘って埋めることをせず、動画のように簡単に押しのけることができる箇所が多いとする指摘があり、ウクライナ軍はいくつかの地点でその脆弱な箇所を探り当てている可能性が高いと見られているね。今回この竜の歯の設置が確認されたフェオドシアはクリミア半島の東端に位置しており、クリミア半島とロシア本土のグラスノダール地方を結ぶクリミア大橋が架かるケルチ海峡があるケルチ半島の付け根の黒海側に面した港湾都市で、オランダのシンクタンクであるハーグ戦略研究センターに所属している戦略アナリスト、フレデリック・メルテンス氏によると、竜の歯はフェオドシア北東部に設置されているとして、市街地から北東に約16キロ離れたケルチ半島の付け根において最も狭い部分に設置されているというよ。ウクライナ軍が6月初旬から開始したとされる反転攻勢作戦においてザポリージャ州の攻撃軸における目標は、
ウクライナ軍の支配下にあるオレホボから鉄道交通の要衝であるトクマクを経て、アゾフ海に近いザポリージャ州南部の要衝であるメリトポリを奪還し、ロシア本土からドネツク州とザポリージャ州を経由してヘルソン州南部やクリミア半島への補給路である、いわゆる陸の回廊を遮断することにあり、そこからヘルソン州のロシア軍を駆逐しつつクリミア半島の奪還を目指すことが最終目標と見られているんだ。このことはクリミア半島を占拠しているロシア軍も当然察知しているはずで、実際にクリミア半島北部のジャンコイやアルムヤンスクとヘルソン州とをつなぐ地域に、塹壕や遊の波による防衛線を構築していることが衛星画像などで確認されたみたい。フェオドシア近郊の遊の波は、もしその位置に関する情報が事実であるとするならば、ウクライナ軍の反転攻勢作戦によってクリミア半島北部から侵攻してくると見られるウクライナ軍からフェオドシアを防衛するものとは考えにくく、さらにはウクライナ海軍の戦力を考えるならば、クリミア半島へウクライナ軍が上陸作戦を試みる可能性は皆無とされ、ロシア軍がこの遊の波を構築した目的がケルチ半島を守り、クリミア大橋を守るものである可能性が高いとの見方が出ているよ。さらに、この遊の波がケルチ半島へウクライナ軍が進軍することを防ぐものであるならば、ロシア軍はウクライナ軍がクリミア半島にまで到達するものと見ていることを表しているとして、ロシア軍は早々にザポリージャ州の防衛線をウクライナ軍が突破し、トクマク及びメリトポリが奪還されてクリミア半島に押し寄せてくると見ている証であり、クリミア大橋をロシア本土への退却路と考えているのではないかと指摘する声が高まっているぜ。パルチザン組織アテシュはフェオドシア近郊における遊の波構築の情報の他に、クリミア半島においてロシア軍の地対空防空ミサイルシステム S-300 が設置されている7地点を特定し、同半島南部のシンフェロポリの北にあるグバルディスコへ空軍基地周辺において新たな要塞が築かれていることを確認したことも明らかにして、ロシア軍がクリミア半島の防備を固めているとしたらしい。また、ウクライナ軍と連携している公的機関国民レジスタンスセンターも10月1日に、ロシア軍がシンフェロポリに防空システムを移送したほか、同市の防衛のために市街地の建造物を強化する動きを見せているとする報告を挙げているな。このように現在のロシア軍はすっかり姿勢に転じていて、これまでに占領した地域の防衛に徹しているように見られ、塹壕堀や遊の波の構築に労力を費やしているように見えるのであるが、西側のメディアや軍事専門家などの間ではこの遊の波の有用性を疑問視する声が多いぜ。2023年5月22日に、ロシア人による反プーチン政権武装集団がウクライナ側から国境を越えてロシアのベルゴロド州に侵攻したが、この際に武装集団はロシア軍が構築していた塹壕というの派からなる防衛線をあっけなく越えてロシア領内部核に侵攻したね。ベルゴロド州では100億ルーブル約1億2428万5400ドル約186億2600万円を投じてこの防衛線を築き、同州のバチェスラフ・グラドコフ知事が昨年4月から始まった防衛線建設作業がようやく完了し、ベルゴロド州の防衛は万全になったと今年の3月に宣言していたんだ。それにもかかわらず、武装集団は遊の波を迂回して、ロシア軍の人員配置が薄いところなどからやすやすと防衛線を越えたってわけ。西側諸国では、慢性的に兵力が不足しているロシア軍においては他の地域の防衛線も同様に突破される可能性があるとして、遊の波にどれほど効果があるものか注視しているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。